吉田さん、第一線を退くっていう言葉がありますけども、まあそれを言うなら私はまさしくですね、まあ、ビジネスの第一線は退いているんじゃないかなと思います。まあ年齢的にもね、現場でガリガリやるような年齢じゃないですからね、もう48、49になってしまえば。もう完全にその指導者とかデスクワークとか、それから別の形ですよね。そういうふうに移行しても変じゃないなと思うんですよ。まあただね、ビジネスの経験そのものは、まあ、10年前後ですから、まあ、吉田さんにはとてもかなわないんじゃないかなと私はそれに素直に思いますね。ただビジネスという括りで言うと、まあ、あの一日の長がね吉田さんにあるのは確かにそうなんですけども、こと金を作るってことに関しましてはまだ私の方がね一日の長があるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その金を作ることっていうふうにビジネス以外の、まあ、あの風呂敷を広げるとしたら私には投資がありますんでね。で、圧倒的なのが、その暗号通貨に参入して、ここで大幅な利益を上げているってことなんですよ。ただ、うかうかしてると、暗号通貨も崩壊したり、規制が入って、ゼロ利益になりかねないんでね。まあ、それは用心していかないといけないんですけども、まあ、共通しているのが、情報発信をしているってことでしょうね、きっとね。だから、情報発信によって、それぞれのファンを掴んでいて、中には重なる人もいてですね。で、情報発信の種類がだいぶ変わってきたかなと。私は確かにね、これからはお金を稼ぎにくい、そんなフィールドに入っていくと思うんですよ。それは私が望んだことであり、そこまでもうお金が必要なくなったってこともあるんですけども、まあ最大のものはね、やりたいものが変わっていったってことですよね。お金がない時は、お金を稼ぐための手法をどんどん学んでいったから、新しい発見とか喜びがありました。実績も起きてきたんで、そのたんびに動画を撮ったんですけども、最近の私の喜びは、まあなんていうんですかね、男性の育児ですね。育児、保育、療育。ほとんどの男性が、仕事に、まあ、ある意味ね、縛られて、十分な育児ができずに、十分な保育ができずに、十分な領域ができずにですね、気がついたら子供がもう、高校生になっていた、成人していた、みたいな感じで、家族を顧みる時間がね、やっぱりこう、物質的になかったのは確かだと思うんですよ。もちろん、金銭的にはかなり家族のために貢献してるんですけども、これ実は見えにくいんですよね。お父さんが稼いできたお金でおかげで暮らしていけるんだよとか、おかげでおむつが買えたんだよ、おかげで、奥さんがね、まあいろいろとやっていけるんだよっていうのは分かりにくいんですよ。で、逆に奥さんは実働してますから、あの自分が家をね切り盛りしてるっていう意識は募るんですよ。で、しかも旦那さん旦那さんで自分の稼ぎで養ってると思うから、だん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 考えの乖離が進んじゃうんですよね。でもどうでしょうか。私は本当たまたまお金の心配なく、時間の心配なく、今24時間育児ができますんで、まあ率先してね、やらせてもらってますけども、まあある意味ね、あの、半々でやれないかなっていう時期もあったんですけども、まあでも、自分がやりたいだけやればいいのかなと。うん、最高の環境に今自分がこの家庭を持っていったことによって、まあ、あえてね、世間の常識のように、奥さんが子育て家事をして旦那さんが仕事をする、旦那さん仕事することなかったら旦那さんが好きなことをするじゃなくてもいいかなと思ってるんですよ。私はいつの間にか人間関係がほとんどなくなってですねYouTube の視聴者さんからメッセージが来なければそれで一日がね家族と共に終わっていくって形なんですけども、まあでもね、これが望んだ形で家族としっかりと長い時間を過ごして、家族がそれぞれ自由なことをやる、その環境を守るのが親父の役目ですからね。まあそれで十分かなっていうふうにだんだんこの気持ちも変わってきましたね。まあそうすると、私の場合は年の差恋愛だったんですけども、年の差恋愛に憧れている男性に結構ね課題があることに今更ながらね改めてなんですけど気づきました。まずはね、圧倒的に金がないとダメですね。金と時間が圧倒的にあるからこそ、たくましさとか頼りがいってものが年の差恋愛には漂ってくるんですよ。金とか時間がない場合は他の要素で、そのアドバンテージを作らなければならない。これは大変ですよ。で、私未だに思いつかないですよ、これは。お笑い芸人になることぐらいですかね。いつも面白いみたいなね。そのぐらいじゃないですかね。だからね、ほんと単純に金があった方がいろんな問題が片付きます。じゃあお金じゃないよっていう人はお金以外の方法で何を解決したのかな、どんな実績があるのかなってことを考えたら、結局はお金によってそういった細かい実績、小さい実績も踏み潰されてるのが現実だと思うんですよ。だから余計にお金を好きになれないみたいなね。けど、お金に使われるんじゃなくて、お金を使っていくと。なんかお金をね、ある程度支配してしまうと、お金に対する恨みじゃなくって、お金に対する感謝が生まれてきますね。どんな時でもお金が助けてくれたから、
ありがとうねって気持ちですよね。何かが値上がりしました、あ、お金があるから払えるわ、あ、お金ありがとうねみたいな感じです。お金に苦しめられてる、そんな時期もありましたけども、今私は大いにお金に救われてますね。で、GTR ね、すごい値上がりですね。もう私が買いたいぐらいですね。まあでも維持費を考えたら、今3000万で買って10年後に5000万で売れるにしても割に合わないなと思いますね。維持費がありますからね。だからちょっと私もまあセルシオを大事にします。そのくらいですか。ないと2000はね、10月の2日にやっと陸送で帰ってくるんで、それからプラスアルファで車庫を取ってですね、改めてもう1台、車入れようかと思いますけども、そうなるとですよ、通常いわゆる3ナンバーって車を維持するのが難しいと思っていた私の常識は、今ベルファイアですね、これが3500cc ですね。それからトランザム、これが 5700cc ですよね。で、セルシオ、これ 4300cc なんですよ。すごい排気量ですね。乗りもしないのに。まあでも、子供がミニカー欲しがるように、私もこのかっこいい車が自分のために欲しかったんでしょうね、きっと。通常は人に見せるために車ってなるべくいいのって考えるんですけども、私見せる人がいないのに、これほどまでに車が、好きってことは、やっぱ好きなんでしょうね、きっとね。今までよく分かんなかったんですよ。車好きって、なんかいろいろね、パーツ取り替えたりとか、自分でメンテナンスしたりとか、そんなことを考えていたんですけども、私の場合は自分であれこれ手入れするのもまあまあ好きなんですけども、どっちかって言ったらメンテナンスにはね、しっかりとしたエンジニアさんにやってもらって、そこに費用を払って、で信頼してるエンジニアさんの完璧なねメンテナンスを手にして、それでまあエンジニアさんとのつながりも持っていきながら、自分でもこの車を大切にするみたいなね、言ってみれば車の主治医をつけたような感じですかね。で費用もまあ割と惜しげもなく払うことによって、まあ、子育てと一緒みたいな感覚です。で今大和くんがもうすぐ2歳になるんですけども、大きくなったらね、一緒にこうやって、ドライブに行けたらなと思いますし、あれだったらね、誕生日に一緒に車選びに行ったりとかね、したいなと思いますね。だからそういうことも私は全部発信するつもりなんで、今までと同じように、なんていうんですかね、今はまだおぼろげんしか持ってないんですけども、イクメンパパの見本というかね、年の差恋愛の親父は壊れみたいなね、そんなねバイブルになっていきたいなと思いますね。10年とか20年経って私が60代の時に年の差恋愛をパーフェクトにやりこなした男みたいなね、そんな伝説作りたいなと思いますね。なんかやっぱりね、年の差恋愛とかイクメンをやろうと思ったら、しかも無理なくやろうと思ったら、そうやりたいっていう自分自らの気持ちと、その気持ちを表現できるお金と時間がないとダメですね。それから頼れる人と、でその人脈っていうのも、頼んだらやってくれるじゃなくて、頼んで費用を払ったらやってくれるっていう関係がやっぱり当てになります、すごく。それに気兼ねないですからね、ちょっと多めに費用を払った方が、そうすることによってたくさんお金を払って信頼してくださるクライアントさんを、エンジニアさんもきっと信頼してね、個人的にでも付き合っていきたいと思ってくれるはずなんでね、いやそういう関係を作っていきたいなと思うんですね。まあこれはある意味勝者の理論なのかもしれません。金があるからでしょってなるかもしれませんけども、確かにそうなんですよ。だからみんなもね、金を持ってほしいと思うんですよ。そしたら別の理屈とかね、別の常識がそこに待ってるんですよ。だからといってお金がないと卑下する気持ちを持てってことじゃないですからね。もともとあそこにいたから一人でも引き上げようというね、おこがましいことながらそういう気持ちがあればいいお金持ちになれるんじゃないかなと思います。まあ、吉田さんもねすごいですね、やっぱりね、 GTR にこう縁があって、それが好きだったってことはきっと、物を選ぶセンスがかなりあったんじゃないかなと思います。卓球も多分いまだに吉田さんの人生を助けてくれてるんじゃないですかね。ということなんで、ある程度人生を進めたら、それまでの人生の自分の何がね、自分の残してきた何がこれからの自分を支えてくれるだろうかってことを考えなきゃいけませんよね。私の場合お金、それから体力、時間、経験、人脈、知恵、このぐらいですかね。はばかりながら今までそういったものを培ってきて、それがこれからも私の人生を助けてくれるんじゃないかなと思ってますね。はい、じゃあ次行きましょうか。じゃあ行ってらっしゃい。